ははい皆さんこんこにちはチョーです今日もですね皆さんに世界で今注目をされているプロダクトに関してご紹介をしていきたいと思いますで今日ご紹介をしていくのは D ブリッジというプロトコルが開発をした DLN というですね DEX になりますで今日この DEX 何がすごいかっていうとクロスチェーンでの取引ができるというところに加えてとにかく早い安いそしてセキュリティが高いんですねでこれまでやっぱりクロスチェーンのの DEX というのは かかなりハッキングのリスクが高かったと思いますもう本当にいろんなところでありとあらゆるところで DEX がハッキングされたブリッジがハッキングされたっていうようなニュースは結構出てきましたよね。まあ、こういったところのリスクが極めて少ないというのが、まあ、DLN の大きな特徴かなというふうに思います。まあ、あとは DEX というとですねよくあるのがユーザーが トークンをですねプールをしてそのプールでリクリティを確保すると、まあ、つまりその DEX にですねユーザーが集まってないと流動性がかなり薄くてスリップージが大きかったりとかスプレッドが大きかったりとか、まあ、そういった使い勝手がです,すごく悪かったんですが、まあ、この DLN に関してはスマートコントラクションにあるリクリティに対して自らアクセスしに行くことによってユーザーに資金をプールさせることなく 潤沢なリクリティをキープするそしてスリッページもですね、まあ、ないというような DEX を作ることができましたこれ本当に革新的なんですけれどもプラスそれに加えてこれまでであれば EVM つまり e ーサリアムに互換性があるチェーン上でのブリッジトランザクションということしかできなかったんですけれども、まあ、つい先日ですねこの DLN 上では EVM プラスソラナの チェーン間ででの取引というのもできることにになって本当に今革新的で世界から注目をすでまあいろいろとテクノロジーに関してはすごいところもあるんですけれども、まあ、とにかくユーザーとしては、まあ、早い安いそしてセキュリティが高いプラス EVM の互換性が、まあ、これまでなくて取引ができなかったチェーンとのトランザクションができるということは、まあ、かなり利便性が高いと思うので早速ですね使い方皆さんと一緒に見ていきたいと思います。 今後ですねこの d ブリッジではクロスチェーンの DEX だけではなくてクロスチェーン間でレンディングボロイングができるようになったりとかクロスチェーンで NFT を送付したりとかですねクロスチェーンで本当にいろんなことができるようになるプロダクトを開発していく予定なので是非ですね名前を覚えておいていただければと思っていますで、えー、早速使い方を見ていきたいと思うんですが DLN へのリンクはですね概要欄の方に貼ってますのでそちらをクリックしていただくと このような画面に行くと思います。で、こちら右上にですね、コネクトウォレットというところがあるので、まずはこちらの方からウォレットをつないでください。で、僕はですね、メタマスクの方でつないでいきたいと思います。早速ですね、クロスチェーンの取引やっていきたいと思うんですが、まずはですね、今日はこちらで、イーサリアム上のイーサブを、アービトラム上のアービトラムにですね、変えていきたいと思います。で、こちらの方に0.1イーサを、 入力すると今の取引レートっていうのが出るのでコンファームトレードを押してくださいはいでそうするとこれは僕の個人的なポップアップなのでこれは無視していただきたいんですがこれでエクセキュートできるようであればコンファームというボタンを押しますはいでもしですねそのタイミングでレートが変わってしまうと、まあ、右下の方に、まあ、ウォーニングみたいな感じでレート変わりましたよっていうふうにポップアップが出るので、まあ、その指示に従ってくださいで問題なければ オーダーダクリエイティッドという形で右上にこんな感じで出てきますでそうするとですねペンディングというこちらにくるくる回っておりますけれどもあの文字が出てくるので、まあ、少し待っていただければと思います。でこれもですねマーケット環境によってエクセキュートされる、まあ、執行されるですね時間というのもまあ変わってくるんですけれども通常、まあ、ですねだいたい 秒秒から15秒とかかかかからとととももう少ししかかったとしてもそんななにあの時間はかかるなと思いますでこれでオーダーフルフィールドというふうに出てきましたのでこれをですね待って頂い,いてオーダーが終わったらこのくるくると回っていたのも消えますと。で一応ですね皆さんにもご確認いただきたいんですが先ほどのアービトラム上に行って頂い,いてはい今エキセキュートしたアービトラムがこちらに。 え入ってるとこれかなり早いですよねトランザクションのスピードとして。でもう一個ですねすごく便利だなと思うのが例えばなんですけれどもここにまた行っていただいてイーサリアム上の、はい、スイッチネットワークしますね。イーサーからこちらでアービトラムを選んでいただいてアービトラム上のこちらイーサーにイーサリアムを送信する送金するっていうこともできます。これもちょっとやってみましょう。これも0.1イーサーで入れていただくと。 クォーーートトがですね出てきてきコンファムレドはいそうするとまた僕の勝手なポケットユニバースのポップアップが出るのでこれコンティニュークリックして右側でまたトランザクションの内容を確認して問題なければコンファームを押します。はいでそうするとですね皆さんのウォレットに入っていたイーサリアム上にあるイーサがこれが今回選んだのがアビタムなのでアビタム上のイーサに変わるというのがこのプラットム上でできますと。 はい、でまたこんな感じで右側にオーダークリエイティッドという,ふうのが出てきまして、えー、これをですね、まあ、もうちょっと待っていただくとオーダーがまあエクセキュートされるというような状況になりますはいでこんな感じでまたペンディングくるくるくるというふうに待っているので、まあ、もう少し待っていただければと思いますオーダーフルフィールドというふうにまたポップアップが出てきたので、えー、まあこれでもう完了ですねはいでまた皆さんのこのウォレットの アービトラムですねクリックしていただくと、えー、また0.1イーサーこちらに増えていると思いますあとこれすごく便利なのが皆さんのウォレット内でトランザクションをした後に別のアドレスにまたそのスワップしたトークンを送りたい時ってあるじゃないですかこれ僕よくあるんですけれどもこれもですね一つのトランザクションで全て完了することができますでどんな感じでやっていくかっていうと例えばまたこれイーサネーム上に チェーンをですね戻していきたいと思うんですが、はい、ネットワーク切り替えて、このイーサリアム上の例えばイーサーをですね、クリックいていただいて0 1イーサー入れますと。で、トランザクションとしてはまたアービトラム上のこちらですね、まあ、イーサーにしましょう。イーサーに切り替えたいというふうなことを僕はしていきたいと思うんですが、ここですね、トレードス センドトゥアナザーアドレスというところをクリックしていただくと送り先のですねアドレスをここに入れられるようになってますで僕は自身のメタマスクの別のウォレットにこのトランザクション完了した後に送りたいということでここに自分のアドレスを入れますそしてコンファームトレードというところを押していただくとこんな感じでまたですね確認画面が出るので コンファームを押していただければと思いますで、また当然なんですけれども、そうすると、ポップアップが出てくると思います。で、もしですね、なかなかトランザクションのポップアップ出てこないなというふうに思った方は、この下の方に行くとですね、今のトランザクション状況はどうなっているかっていうのも分かるようになります。でこちらに トランザクションブロードキャステッドっていうふうに今なってますけれども今こうやってトランザクションのですね相手を探しているというような状況になっているのでこちらで確認をできるようになっていると思いますはいでもう少し待ってみましょうはいでしばらくしますとこの右側にオーダークリエイティッドというのが出てくるのでもう少しまたここからペンディングの状況に入るので待ってみましょうはいこんな感じでまたペンディングに変わりましたね はい、でまたおそらくこれがすでにこんな感じでオーダーフルフィールドというところがまた出てきましたのでこれでオーダーダが完了というようよなな状況になります、はい、で非常にまあ使い勝手いいなでかつ使いやすいなというようなプロダクトだと思うんですけれども是非ですね皆さんがクロスチェーンで取引する時だけではなくてシングルチェーン取引する際もこちらの DLN 使っていただくとかなり迅速に早くそして セキュリティも高く取引ができると思いますのでぜひですね日々のトランザクションにご活用いただければと思っておりますはいでせっかくなのでソラナとのですね取引もやっていきましょうまずはこちらの方でイーサリアムのイーサを選んでこちらの方でソラナを選びますで今回はソラナ上のソラナにしましょうかはいで0.1イーサを入力するとこのような形で えー、クォートが出てきますすとで一応ですねこの際にレシピアントのソラナのアドレスというのがあるのでこちらに皆さんの持っている空ナのアドレスを入れていきますで今回僕は自分のファントムというですね、えー、こちらの方でウォレットがあるのでこちらの自分のウォレットのアドレスを入れていきたいと思いますはいでこんな感じでログインできたので、えー、入金ですねクリックしていただいてアカウントこちらソラナをクリックすると、まあ、こんな感じで アドレス出てくるのでこれをコピーしてこちらに貼り付けていきますはいでこれでコンファームトレードというのをクリックしますそうするとまたこんな感じでポップアップ出てくるのでこれは僕のなので無視してくださいでこれで内容を確認してコンファームを押していきますはいでそうするとまたこちらでオーダークリエイティッドというのが出てきます で、もう少しまた待ってみると、オーダーフルフィールドというのが出てくると思うので、もう少し待ってみましょう。はい。で、オーダーフルフィールドというのが出てきましたので、皆さんのファントムの、まあ、今回僕のですけれども、ファントムに行っていただくとこんな感じでトレードが反映されるというような形となっております。で、これ逆にですね、こちらで、空中から、 ファントム選ぶと、まあ、こんな感じで接続になるのか接続していただいてこれで、えー、ご,ご自身で僕のイーサリアムのイーサのウォレットに戻していきましょう、はい、これ僕やったことないんですけれども例えば、まあ、今だと200ドル分とかでいいかな、はい、でここで送る、えー、ソラナーの数ですね例えば8.5とかっていうふうに 入力していただいて送り先がイーサリアム上のイーサにしていただくとこちらにクオートが出るとでこの場合も EVM とソラーナでクロスチェーンの取引をやっていくんですけれどもここでまたイーサリアム上に送り先のアドレスを入力しないといけないのでここで指定のアドレスをまた貼っていきます、はい、で貼ってコンファーームトレードを押すと はい、で、センドプロシーですね。トレードコンファーム。で、これでまたファントムの方で署名をしていきますと。はい、そうするとトランザクションの承認で、えー、この内容を確認して承認を押します。はい、で、これで内容良ければ承認を押していきます。はい、で、またこれでオーダークリエイティッドというのが出てきたので、えー、もう少し待ってみましょう。はい、またペンディングでくるくるくるとなって、 オーダーフルフィールドという風になりましたこれかなり早いですねこんな感じで取引できますので皆さんもぜひです、ね、使っていただければと思いますはいということで皆さんいかがでしたでしょうかま今回この DLN が出てきたことによって クロスチェーンのですね、取引が安全で、かつ早く、そして安くできるっていうのは本当に革命的なことなんじゃないかなというふうに思っています。で、今後この DLA にはですね、いろんな DEX ですとか、あとはゲームの中の DEX ありますよね。例えばステップとか、まあ、いろんなゲームがあると思うんですが、その中でトークンをですね、交換していくようなトランザクションにも 入れられていくということも今のところはま決まっているのでどん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 ですね幅広くこの DLN が活躍していく未来がま近い将来皆さんの目でも見て取れるような状況になってくるんじゃないかなと思いますあとはさっきも言った通りシングルチェーンの取引もできますしクロスチェーンもできるし EBM とソラーナもできますし、まあ、こういったところができる DEX っていうのは他にないので、えー、ぜひですねもう本当に一旦使っていただければと思いますで一旦使っていただくと、まあ、この DLN の便利さですとか、まあ、あとはいかに他のプラットフォームと違って早かったりとか安かったりとかっていうのも実際に感じられると思いますのでまずは一旦触ってみていただきたいですし、まあ、あとはやっぱりですね DEX になれるっていうのも今後 皆さんの質産を守っていく上でもえ一つ非常に便利になるんじゃないかなというふうにも思いますので是非ですね一回チェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。